ラーデンは、ドイツ連邦共和国ノルトラインベストファーレン州、デトモルド行政管区のミニイコールリュベッケ軍に属す、市である。同州の最も北、ビーレフェルトとブレーメンとの間、ハノーファーとオスナブリュックとの間に位置する。ラーデンは1033年に、初めて文献に記録され、1816年から1831年まで、ラーデン軍の軍長所在都市であった。 NRW、ノルトプンクトのモニュメントラーデンは、ノルトラインベストファーレン州の北東部、ミニイコールリュベッケ郡の北部に位置する。地域の北部に、州の最北端、NRW、ノルトプンクトが位置している。自然環境上、地域は北ドイツ定地内のデュンマー・ゲースト定地に、位置する。目立つ流起は、ほとんどない。市内で最も高い、山は、 中核市区のホーエフェルトで海抜59.1メートルである。地域は、おおむね最低地点の海抜37メートルから45メートルに位置する。この地域は一部は、ラーデン・ディーペナワー、ゲーストに、北部の一部は、ディープホルツ出ー地に位置している。ラーデンは、この方角ではほとんどオッペンベーハー湿地に至る。文化的には、この地域は、 ミンデナーラント地方に属す。最寄りの大都市は、ビーレフェルト、オスナブリュック、ブレーメン、ハノーファーである。市内の最低地点は、北西部の海抜37メートルの地点である。中核地区の高度は、海抜59.1メートルにまで達する。南北は、最大約16キロメートル、東西は、最大約11キロメートルである。ラーデンは、 州や軍全体と比較して、最も樹木に乏しく、比較的人口密度が低い町であり、農業用地が多くを占めている。唯一の大きな森は、トンネンハイデ地区に近いオスターバルデである。以下の表にこの町の土地利用率を示す。出店州データ管理、統計局ラーデン市に隣接する自治体は、南のエスペルカンプ、西のシテムベイで、北は、 ニーダーザク選週のバーゲンフェルト、東は同じく、ニーダーザク選週のディープナウト、ザムトゲマインデウフテである。1973年の地域再編以後、以下の地区が、本市に属す。12006年12月31日現在、ラーデンの気候は、中央ヨーロッパの海洋性気候と、大陸性気候との移行部に位置することと、 北ドイツ定地に位置することとによって支配されている。この地域は、ある時には、海洋性気候なのだが、時折大陸性気候の影響を受ける。冬は、大西洋の影響で総じて穏やかで、夏は、過度に暑くはなく、降水はほぼ一定である。主に西風や、南西の風が降水をもたらす。年間降水量は、 長期間の平均で688ミ、mm、リメートルで年間平均気温は約摂氏9.3度である。この町はオストベストファーレン地方で最も乾燥し最も温暖な地域に属している。2009年で最も暑かった8月20日のガーデンファールの気温は摂氏37.8度でこの年のドイツの最高気温であった。出土品によれば 現在の地域は1万年から1万2000年前の中期石器時代にはすでにラーデナーゲーストに定住者があったことがわかる。このゲーストは必順な定地の真ん中に隆起した門のような地形の肥沃な土地であり入植地となった。ファールの巨石墳墓遺跡やシュタインケムパーフェルトのヒューネングラープは現在の地域の最初期の入植者を示すものである。また、 灰を巻いたり、ブロンズの装飾品や、剣などの多くの副装品を持つ米やトンネンハイでの、ューボは、青銅器時代の入植を示している。ラーデンの文献上最初の記録は1033年に、なされた。皇帝コンラート2世の文書中で、皇帝は、ロズンのフューフェオ民伝の、聖マルティニーニ制度次会の書領であることを、確認している。ロズンという名前は、 ラードン、すなわち、森を円形に切り開いた、開拓地に由来する。こうして、ラーデン周辺地域は、古くからすでに、他のミンデナーラント地方と同じくミンデン主教、及び、世俗のミンデン主教領主の影響下にあった。14世紀の初めまでに、小さな村に、ミンデン主教によって城塞が築かれた。戦略上重要な湿地の都市地点に面した。 このラーデン城塞は通商路の交差点を防衛していた。この水木ははじめ司教の代官、後にはブランデンブルクプロイセンの管理や王立後用地の役人の役所であった。1353年に司教でシャウムブルク博を兼ねたゲルハルト一世はラーデン製ヨハニス教会を設立した。この教会が入植と現在のラーデン地区の出発点となった。 だが、砂地の丘に立つこの教会は、現在のベスターフェルト方面にあったはずの古い、礼拝堂の後継教会であった。1572年、ラーデンの市場についての最初の記録がある。同じ1572年には、クライネンドルフ、ファール、ジーホルスト、プロイシシュシュトレエン、ベエ、トンネンハイデといった集落が記録されている。1648年、 民伝式教領は、ベスト・ファーレン条約に基づいて、ブランデンブルク・プロイセンの民伝考領となった。ラーデン城塞は、アムトの役所として使われた。アムト・ラーデンは、考領の北西部分を占めた。これは、現在のシュテムベーデと、ラーデンイトに、ほぼ相当する。1719年、民伝考領とラーフェンスベルク伯領は、形式上は維持されたものの、 実態としては、ミンデンラーフェンスベルク行政地域として統合された。1772年から、グローセ・アウエ川の平行運河である、新運河建設が行われ、湿地や砂地の土地の多くが、工作可能となった。アウエカは、グローサー・ディーク・フルス、ビックリーデに沿った、上水道施設の建設には、約100年間かかった。この工事の開始に伴って、 ラーデン地方の高地整理が行われた。1878年から1879年にかけての冬に城が消失し、外壁の残骸の一部が現在廃墟に残っている。1806年に、ラーデン周辺の地域はナポレオンの支配下となり、1807年にはフランスの衛星国であるベスト・ファーレン王国領となった。ラーデンははじめ、 ベーザー県民伝地区に属すオゴーリの軍庁所在地であった。1811年から1813年までの間はフランス帝国の直接領土となった。ほぼ完全に新しく作られた県であるディッパルチマンでエルエムススーパーユールに属したものの民伝地区の一部であるオゴーリの軍庁所在地として止まった。プロイセンに戻った1813年から プロイセン王国がベストファーレン州を建設するまでの間、ベーザーライン間市民政府に属した。プロイセンは民伝ラーフェスンベルク地方にリンネル織を奨励し、18世紀のラーデンに工業家の方がとしての繊維産業が交流した。当時、現在の民伝市内にあたる地域には1000台以上の食器があった。それでも工業家は初めは、 ラーデンに浸透せず、貧しい農民たちは冬になると、ガーデナー・キーペン・ケルレと呼ばれながら、木彫りなどの手工芸品を背負いミンデン・ラーフェン・スベルク、地方全域を売り歩いた。しかし19世紀になるとこうした農民の内職仕事は増大する、工業製品によって売れなくなっていった。ミンデン・ラーフェン・スベルクの工業センターでは、完全に工業的に組織化された。 繊維生産が行われており、技術的に優れた外国の宝石繊維産業との激しい戦いにさらされていた。19世紀中頃、多くのラーデン住民は例えば、アメリカに移住し、あるいは、ホラントゲンガーとなった。1899年、ビュンデから、バススムに至る、ラーフェンスベルガー鉄道によってラーデンは、幹線鉄道ケルン民ン線ンンに接続した。 1910年にはウフテの路線が開通した。これによって、ラーデンに工業発展を促す素地がやっと出来上がった。ラーデンは20世紀半ばに鉄道都市へと発展していった。プロイセンは西部領土奪回後、1816年にはすでにその行政構造を根本的に近代化した。ラーデンは1816年に、 新たなラーデン軍の軍長所在地となった。この軍は、本質的には、再建されなかった、民伝高領の西部領域に該当する。さらに、グローセンドルフ、クライネンドルフ、ジールホルスト、シュトレーン、トンネンハイで、ファール、ベーカラ、アムトラーデンが形成された。1832年に少し大きくなった、ラーデン軍は、リュベッケ軍となり、軍長所在地は、 ラーデンよりも大きな町であるリューベッケに移された。1910年4月1日にエスペルカンプがグローセンドルフから分離され、設立された。この同じ年にグローセンドルフはラーデンと改名された。イギリスによる占領後プロイセンが解体され、ノルトベストファーレン州が創設されると、ラーデンは特別な地位を占めることになった。現在、 地区の一つとなっているプロイシシュシュトレーンが、州西北端の町となったのである。1973年1月1日、大規模な地域再編により、リュベッケ軍は、民伝軍と合併し、市町村の枠組みがかなり変化した。ラーデンは、現在の各地区とアムトラーデンに属していた、それまでの独立自治体とが合併して成立した。トンネンハイデの南部は、 エスペルカンプのシュマルゲ地区となった。現在はシュテムベーデに属する集落で、当時は独立した自治体であったオッペンベーンへの小部分もラーデンの一部となった。この市町村再編の際にラーデンは都市圏を獲得した。1994年からラーデンはラーフェンスベルガー鉄道の終着駅となった。これより北側は廃線となったのである。 ウフテまでの区間は1968年にはすでに、時刻表では、非運行区間とされていた。プロイシシュシュトレー園地区のイマヌエル教会、民伝司教領がプロテスタントを受け入れ、1648年に、世俗化され、プロテスタントのプロイセンに属す民伝公領であった、ことから、この町の住民の多くは、プロテスタントのルター派を信仰している。 これとは異なる信仰を持つ少数の住民は第二次世界大戦後の国内移動や東欧からの遅れてきた移住者、南欧からの出稼ぎ労働者などである。いくつかの宗教組織がラーデンの中心部にそれぞれの教会を有している。ラーデン地区の中心にはプロテスタントの聖ヨハニス教会と新シト派教会があり、クライネンドルフ地区には カトリックのミハイルス教会及びメノーハの街道がある。学生に対する信仰調査が間接的ながらラーデンの宗教分布を知る根拠となるであろう。これによれば学生の79%がプロテスタント6、6%がカトリック3、3%がイスラム教徒で6、6%がその他の宗教6、6%が無宗教であった。 ユダヤ教組織は1938年まではラーデンにシナゴーグを有していた。このシナゴーグは現在の乱言通りに面した視聴者前のパルク広場に立っていた。1938年の水晶の夜にラーデンのシナゴーグは完全に消失させられた。パルク広場にある記念碑がかつてのラーデンのユダヤ人組織を記念している。現在のラーデン市は ビーレフェルト法に基づく1972年10月24日から1973年1月1日にかけての市町村再編により成立した。この時期に、リュベッケ郡アムトラーデンに属す、それまで法律上独立した自治体であった6つの町村が合併した。当時の町村が現在のラーデン地区を形作っている。同時期に、 ラーデンは新しく成立した、ミニコール・リュベッケ軍の一部となった。さらにこの時期には、小規模で、本質的ではないものの高地整理が行われたほか、オッペンベイの東側の小部分が、ラーデンに合併した。また、トンネンハイデの南部が1973年1月1日に、新たに成立した、エスペルカンプ市のシュマルゲ地区となった。 1973年1月1日以後は、地域の変更や合併は行われていない。ラーデン市役所、ラーデン市の市議会は36議席からなる。市長はベルト・ホンゼルである。彼は2015年9月13日の選挙で61.1%の票を獲得して初当選した。ラーデンの旗百七十三年四月十九日に、この町は、 行政管区長官の書面により、紋章、旗、上りの使用が許可された。紋章は、市の基本条例に,に、以下のように定められている。銀字の紋章長部には三輪の青い五弁のバラ。その下に二本の十字に組み合わされた銀の、グリップ付きフック。長辺方向に、赤字と白字に染め分けられた、背景上、旗竿より中央に、市の紋章。 背景の赤から白の境界と紋章の白から赤の境界が一致するよう配されている。死の紋章と印象はかつて実家学校の教師で、郷土研究家のハインリヒブレットハウザーによりデザインされた。基本条例や紋章技術で、ゼンとされている三輪の青い花は、本来は甘である。この植物は、この地方で盛んだったリンネル織の原材料であり、 QB レフェルト軍の紋章にも描かれていた。斜め十字に組み合わされた2本の羊用フックは、昔のラーデン地方の農業を象徴している。テアター、イムパビリオンは、米軍の旧本家庭学校で、旧リュベッケ軍市民大学の演劇、音楽劇、子供劇、青年劇、バラエティの公演に利用されている、約100席の劇場である。 ラーデン博物館の中にはラーデン城西市米のボック風車このほか、以下のラーデン市内の風車はベストファーレン風車街道の一部となっている。ラーデンは公園に類する施設に乏しい。市中心部唯一の公園緑地施設がプロテスタントの教区集会所の隣にあるベーメである。アルテンマルクトに面した緑地は戦争記念碑、遊具、休憩用ベンチなどがあり、 公園風のキャラクターを有している。しかし、この広場は隣接する、ショッピングセンターのための公園として造営されたもので、ある。クライネンドルフ地区の、ハイマートパルクは、湖のある緑地で、博物館、上茶屋と、射撃協会会館がある。トンネンハイでの巨石市内には、この他に4つの自然保護区がある。フィルガーブルフ、カールスモア、ベーアーフレッダー、 ツシュラークである。市の北西部は、リューンマー自然公園に接する。ラーデンでは、9つの孤立樹や木群が、自然文化財に指定されている。中でも最もよく知られているのが、クライネンドルフの約60本の母大樹がある、ボックスアレイである。この市で突出して、大きなスポーツクラブは1326人の会員を要するタスポレ A 級ラーデンである。 このクラブは、同時に、旧リュベッケ軍最大のスポーツクラブの一つでもある。バドミントン、バスケットボール、フィットネス、サッカー、陸上競技、テコンドー、卓球、機械体操、バレーボール、ウォーキングあるいはノルディックウォーキング、石中体操などが楽しまれている。市内の他のスポーツクラブとしては、トゥス、シュバルツバイベイ、ウニオンファール、アイントラハとト,トンネンで、 フェアバンツリー型卓球クラブ RTTC や、ブンデスリーが一部に属す車椅子バスケットボールクラブ、バスケット96が挙げられる。ラーデン市内とその周辺には、標識を完備したレストランや見どころがある。総延長約 90km のよく整備された、インラインスケートコースがある。いくつかに分かれたすべてのコースの起点と終点はいずれも、レギオナルバーン、オイロバーンに接続している。 ラーデン周辺の風景は自転車で探索するにも公的である。近年、多くの新しい自転車道が整備され、興味深いルートに標識が設置されたりしている。毎年、ラーデン市祭りやラーデンのみの市あるいは春のオートメッセといった行事に、何千人もの訪問客が市中心部を訪れる。プロイシシュシュトレーン地区では、毎年9月末に、 フロイシシュシュトレーア・マルクトが行われる。いずれの行事もラーデン産業組合により組織されている。第一アドベントの週末にはラーデン産業組合の12月の夢が開催される。このクリスマスマーケットはラーデン地区の聖ヨハニス教会の膝元で開催される。ローデンコホというバーという催しが10月に行われている。この週末にはラーデンのレストランは その自慢料理を供する。それぞれのレストランは、多くの場合、一つのモットーを定めている。ラーデンの典型的な飲み物は、地元の言葉で、シュトレーやシュバーテンと呼ばれるものである。シュバーテンとは、コーヒー、トルン、水を、それぞれ1、3ずつ混ぜたものである。道路、ラーデンは、連邦道、B239 号線によって、広域自動車道と結ばれている。 アウトバーンのへの最寄りのインターチェンジは、A30 号線のキルヒレンゲルンインターチェンジ、A2 号線のバート・アイルゼンインターチェンジ、A33 号線のオスナブリュック・シンケルインターチェンジ、A1 号線のブレーメン・ブリンクムインターチェンジである。1970年代に、A5 号線のブレーメンとギーセントの区間に、ガーデン、ディーペナウインターチェンジが計画されたが、 結局この路線は建設されなかった。ラーデン駅鉄道、ラーデン駅は、かつてこの街を貫いていたバススム、ヘルホルト線沿いにある駅で、現在は1時間ごとにビュンで、ヘルホルト、ビーレフェルト、さらには、レム号へ向かうオイロバーンのレギオナルバーンが発着する。この路線はかつて、ラーデン、さらに、ツーリンゲンを経由して、バススムに通じ、ここで、 ブレーメン行きの路線に接続していた。オストベストファーレンリッペ地方とブレーメンとを結ぶ最短経路である、この路線の復活は実現していない。2009年の復活祭以後、アウェイラントドライジーネン GMBH は、この廃止路線をガーデンからバーゲンフェルト行きの軌道自転車に利用している。かつての不定の区間では、夏には定期的に保存鉄道が運行される。 バスエスペルカンプ、リュベッケ、シュテムベーデ、ミンデン、ズーリンゲン、ディーペナウ、ウフテ行きの地方バスが、道路旅客交通を担っている。ラーデンは、オストベストファーレンリッペ交通連盟に加盟している。ウフテへのバス路線では、ミーインブルク軍交通会社の料金が適用される。航空最寄りの国際空港は、ブレーメン空港である。その他の空港には、 ミュンスター・オスナブリュック空港、ハノーファー・ランゲンハーゲン空港、パーダーボルン、リップシュタット空港がある。ポルタ・ベスト・ファー・リカ・フェン・ネベックには、地方交通飛行場があり、主に出張客のほか、ホビーパイロットやグライダーの飛行に利用されている。自転車道ラーデンから、よく整備された自転車道網が利用できる。ほぼすべての宿が、自転車道によって、中心外区と結ばれている。 多くの交通量の少ない脇道は自転車で風景を楽しむのに公的である。また、ラーデンは標識が整備された鉄道、自転車ルート、ベーザーリッペやミューレンクライスのミューレンルートにも面している。合計4つのサイクリングコースがラーデンの博物館を起点、または終点としている。ラーデンでは地元のローカル面や地元産業界の広報が掲載された。 地方紙が三紙ある。月2回、木曜日に、ーキーペが刊行される。このフリーペーパーは2万8000部以上発行されており、1951年の、創刊以来、人気が上昇している。ラーデン産業連盟により刊行されており、ラーデン及び、周辺地域の様々な出来事を報道している。 ラーデンの南西、北緯52度25分42秒統計08度37分21秒、北緯52.42833度統計8.62250度、52.428338.62250に高さ120メートルのドイツテレコム AG の通信塔がある。この施設が他の多くの通信塔と異なる点は、 指向性通信の他に超短波でラジオベストファーリカの放送を80ワットの出力で同時に放送している点である。ラーデン病院この町にあるラーデン病院はミューレンクライスクリニークに属す4つの病院のうちの1つである。内科と外科を専門とする基本看護施設であり、整形外科もある。2006年に軍議会はラーデンに 新棟を建設する計画を可決した。ラーデン市議会は、この決定を受け入れ、新棟建設に100万ユーロの支援を拠出した。この病院は、軍北部の健康を管轄するよう計画されている。ミンイコールリュベッケ軍の救急隊は、病院のすぐ近くにある。旧私立商業学校にある、私立図書館には、様々な分野の約1万6千冊の蔵書がある。また、 雑誌やリスニングブックも利用できる。さらに図書館の敷地には基礎家庭学校の向かいに私立文書館がある。各地区に一つずつ消火班がある消防団がこの町の防火を担っている。若い世代については中核地区に青年消防団がある。ラーデンはラーデン区裁判所管区リュベッケ職業安定省及びリュベッケ税務所の管轄下にある。 ラーデン市には4校の基礎家庭学校と本家庭学校、実家学校、ギムナジウムがそれぞれ1校ずつある。1980年までラーデンには家政学校があった。また、私立の商業学校は1992年に廃校になった。経済構造は主に中小企業からなる。最大の企業は機械製造業コンセルンの コルブス GMBH&COKG で1000人以上の従業員がラーデン本社で製本機や出版業者のための完全なインラインプロダクションシステムの開発、製造に従事している。2番目に大きな会社は約250人の従業員が働くハインリヒマイヤー中鉄工場で家庭用排水、施設排水、道路排水のための製品を作っている。 ハルティングテクノロジーグループが進出したことで、ラーデンは産業都市として一層発展した。このグループは管理、生産部門の一部を隣のエスペルカンプからラーデンに移転し、現在はキュービントホルストセンターを利用している。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に再始直接参照してはおりません。 ありがとうございます。